格闘タイプの攻撃力メインウェポンといえば、みんな大好きインファイトなんですけども、実は、格闘タイプの最終進化系のうち、インファイトを覚えられないポケモンが、たった一匹だけ存在するんですね。え、インファイトって格闘ポケモンならみんな覚えられるんじゃないんですか？タイプが変わるシルバディ、アルセウスや、メガミュウツー X を除いた場合、本当にたった一匹だけ存在するんです。皆さんもお分かりでしょうか？その答えは、ブラックホワイト世代で登場した、嘆きなんですね。嘆きは、分類が柔道ポケモンである通り、殴打ではなく投げ技で戦う格闘ポケモンで、その設定を反映してか、至近距離での打撃を意味するインファイトを覚えないポケモンとなっています。おお、ちゃんと投げ技主体の柔道スタイル貫いてるのかっこいいじゃないですか。まあ、普通に炎のパンチとかメガトンキックは覚えるみたいだけど。実はちょっと前まではドクロップもインファイトを覚えられない格闘ポケモンだったんですが、アルセウスにてついに習得が叶ったため、嘆きだけが唯一のみ習得者となったわけですね。はい、といった感じの導入でしたが、今回の動画のテーマがこちら。各タイプのメインウェポンを、タイプ一致なのに覚えられないポケモンをまとめてみました。という内容でお送りします。水タイプなのに波乗りを覚えられない。電気タイプなのに10万ボルトを覚えられない。そんな、各タイプを代表する技を以外にも覚えることができないポケモンたちについて、独断でつらつらと調査していきます。それでは本編に戻っていきましょう。さて、続いてはサムネにもなっていたこちらの技です。10万ボルトといえば、電気ポケモンのメインウェポンとして初代からずっと愛用され続ける、命中安定のメジャーな技ですよね。スターミーやポリゴン2のサブウェポンとしてもよく採用されますよね。そんな、電気タイプ以外のポケモンにも使われることの多い電気の最有力攻撃技ですが、その10万ボルトを覚えることのできない電気ポケモンが、1匹だけ存在するんですね。ふむ、最終進化系の電気ポケモンは、フォルムチェンジやメガ進化を含めると60種類。命中安定のタイプ一致特殊技を覚えられないなんて、そんな不幸な電気ポケモン、いるんですか？皆さんも思い当たるポケモンは見つかったでしょうか？正解発表に移りましょう。電気タイプを持つ最終進化系のうち、10万ボルトを覚えられないポケモン、それは、パチパチスタイルの踊り鳥です。え、踊り鳥って10万ボルト覚えられないんでしたっけ？踊り鳥には4つのスタイルが存在し、3つによってスタイルを入れ替えられるため、タイプは変化すれど、どのスタイルでも覚えられる技は変わらないんですね。そのためか、各スタイルに対応した変化する方のタイプ一致技はほぼ覚えることができず、代わりに、専用技目覚めるダンスが変化するタイプ一致と同じタイプの攻撃技として有用であるわけです。ふむ、10万ボルトは特殊な事情があって覚えられないけど、代わりとなるタイプ一致の特殊技は使えるわけですね。ただ、目覚めるダンスがタイプ1を参照する都合上、テラスタルとの噛み合わせが独特で、電気以外にテラスタルすると電気技が打てなくなってしまうのは困りものですね。そして、踊り鳥は例外的に10万ボルトを覚えないわけですが、逆を言えば、他の全電気ポケモンの最終進化系は、過去作品を含めれば10万ボルトを使用可能、名実ともに、まさに電気のメインウェポンの名がふさわしい技であるとも言えますね。さらに続いて、こちらの技についても見てみましょう。波乗りについては、これを覚えられない最終進化系の水ポケモンが7匹存在しています。波乗りも、初代からずっと登場し続けてる代表的な水技だし、秘伝技でもあった時代が長いことを考えると、波乗りできない水ポケモンってどうなんでしょうね。それでは、該当の7匹のポケモンのうち、まずは3匹を見ていきましょう。雨水の姿のポアルン、ウォッシュロトム、井戸の面のオーガポンですか。3匹とも変化前の原型が存在する、いわゆるフォルムチェンジ的な扱いであり、先ほどの踊り鳥同様、ちょっと例外っぽさはあるかもしれませんね。残りの4匹は、フォルムチェンジを伴わない純粋な水ポケモンたちです。ボルケニオン、生拳、電撃の肩の裏オス、鉄の包み、以上の4匹ですね。確かに、この4匹は限定的に水タイプになるようなポケモンでもないし、波乗り覚えないの？って意外に感じますね。生拳は威力のある攻撃技を一切覚えないという個性を持つため仕方ない感じもありますが、他の3匹には覚えられない理由も特に見当たらず、開発陣の調整意図が知りたくなりますね。
ボルケニオンには専用技のスチームバーストもあるし、ウーラオスは物理よりのポケモンだから特に困らないけど、鉄の包みはハイドロポンプなら覚えられるし、一体どうしてなんでしょうね。せっかく話題にも出たので、ハイドロポンプを覚えられない水ポケモンも見てみましょう。ビーダル、ガメノデス、グソクムシャ、ナマコブシ、ウーラオス、オーガポン、シルバディを除くと、以上の6匹ですね。左の3匹は波乗りなら覚えられるけど、右の3匹は波乗りも含めて習得不可ということですね。左の3匹は、強いて言うなら特殊技に頼らない物理よりのポケモンではありますが、他にも多数存在する物理型水ポケモンの大半がハイドロポンプを覚えられることも加味すると、こちらも習得できない理由に関しては謎ですね。別に覚えても特に問題ないはずなのにわざわざ最新世代に至るまで覚えられないってことは、何か理由があってのことなんでしょうけどね。皆さんは推測できますか？続いての技は、こちら。エスパーのスタンダードな攻撃技、サイコキネシスに関しては4匹が該当します。エスパーなのにサイコキネシスなしって、昔では考えられないですよね。シルバディを除く該当4匹を見てみましょう。こちらです。アンノーン、ソーナンス、フラフラスタイルの踊り鳥、鉄のイサハ、ですか。アンノーンは言わずもがな、目覚めるパワーしか覚えられず、ソーナンスも反撃技と一部の変化技のみの、独特な技レパートリーが特徴的なポケモン。踊り鳥には先ほど説明した通りの事情があり、サイコキネシスを覚えられないのもわかるため、そうなってくると、鉄のイサハが極めて異例なエスパーポケモンであることがわかりますね。鉄のイサハはエスパータイプとしては珍しく、特攻が低めで攻撃が高いポケモンで、専用技のサイコブレードも物理技となっているのは確かですが、メタグロスやハギギシリなど、物理よりのエスパーポケモンもサイコキネシスは習得可能なばかりか、原種も含め同期のパラドックスポケモン、鉄の岩尾も境遇は同じでありながら、なぜかサイコキネシスを覚えられないのはこちらだけ。意図的な調整にしか見えないですね、これは。シリーズ開始から約27年。これまで例外的な3匹を除いて、すべてのエスパーポケモンがサイコキネシスを覚えてきたという通例を破っているため、そこには何か計り知れない理由があったりなかったりするのかもしれませんね。そして最後に、こちらの技。氷のメインウェポン、冷凍ビームです。氷タイプの最終進化系は、フォルムチェンジなどを含めても46種類、あらゆるタイプの中でも、該当ポケモンがトップクラスに少ないんですよね。そんな中、冷凍ビームを覚えられない氷ポケモンは何匹存在するのかというと、フロストロトム、1匹だけですか。氷ポケモンにも、特殊よりだけでなく物理に変調したステータスのポケモンもいますが、冷凍ビームを覚えられないのは、この1匹のみとなりましたね。それも、フロストロトムはロトムのフォルムチェンジした姿だし、氷はザワ吹雪しか覚えられないっていう独自の設定があるポケモンですからね。そう、フロストロトムも吹雪だけは覚えるということに注目すると気になってくるのは、吹雪を覚えられない氷ポケモンがいるのかどうか、ということですよね。これについても検証してみた結果、シルバディを除けば、吹雪を覚えられない氷ポケモンは存在しないということが判明しました。おお、吹雪は氷ポケモンのアイデンティティでもあるわけですね。ケケンカニやガラルヒヒダルマなど、ゴリッゴリの物理攻撃派ポケモンでも習得できており、これには、戦闘での実用性などは関係なく、吹雪を覚えるということ自体が、氷ポケモンらしさに一役買っているのを感じますね。自身のタイプ一気技を覚えるって、本来は当たり前のことかもしれないけど、逆に、それを覚えないことが個性になってるポケモンもいるわけで、調べてみてなかなか面白い発見がありましたね。他にも、オーバーヒートを覚えない炎ポケモンや、ストーンエッジを覚えない岩ポケモンなど、意外なポケモンがいたのも発見できたため、気が向いたらまた動画にしてみようと思います。といったところで今回の動画はここまでとなります。それではまた次の動画で。